うん、最後盛り上がっていましたが、コミュニケーションを活性化するという動きが達成されているようにも見えましたね。見えますよね。あの実際この運動会の効果が出ているところもあるんです。こちら群馬県にある情報サービスの会社なんですが、5年前に社内の運動会を復活させたところ、はい、部局間で連携した事業企画案が次々と出されているということなんです。この会社の担当者によりますと、運動会は家族も参加する